それでは対談を始めていきたいと思います。エルトラック20周年の記念として、歴史の証言者ということで、今回、ひしきさんに対談をお願いしました。じゃあ、簡単に自己紹介をお願いしてよろしいですか。はい、ひしきと申します。吉和さんとの出会いは、2002年ですかね、はい。かれこれ20年前になるんですけども、ちょうどミニバースをうちの2人の娘がやってまして、ちょっとバスケットを嫌になりかけてた時があって、その時にたまたまホームページでですね、吉和さんの、当時のバスケットボールの家庭教師というホームページにたどり着いて、その時にいろいろ指導理念とか見せてもらったら、なんかこの人に頼めばバスケット楽しくやってくれるのかなというふうに思ってご連絡をして、娘に指導いただいたのがきっかけになります。でかれこれ20年前の話なんですけど、でその後、ご縁があって、エルトラックの最初の教室の千葉日曜教室の方で、代表をやらせていただいたご縁で、今回こうした対談の席にお招きいただきました、はい。ありがとうございます。本当に懐かしいですね、はい。今でも覚えてますが、本当にうちのこうカスタマー ID ってこう教え子の番号があるんですけど、私はマキちゃん、エリちゃんは ID ナンバー4番っていう、本当に初めて最初の頃の教え子で、はい、マキちゃんがやっぱこうバスケットがあまりこう楽しくなくなってきてるというところで、このひしきさんからご依頼いただいたのが、バスケの楽しさを最後に味合わせて、やめるにしたって一回それが、バスケが好きで、いてほしいっていうので、依頼を受けたのを今でも覚えてます。で当時のまひちゃん、ゆりちゃんがこう来てくれた時に、エルトラック、僕のコーチングだったわけですけど、練習をやって、指導を受けて、なんかどんな、感じられたか、どんな感想を持っていただいたか、はい、そうですね、私も一緒に見てたんですけども、本当に何て言うんですかね、たとしいっていうかですね、ついミニバスのチームはいろいろあるんでしょうけども、やっぱりやってる以上試合に勝ちたいとか、そういったところで基本的なこともこうそこをやらないと上にはいけないんだよみたいな当時感じがしてたので、そうじゃないんだよっていうところ、こういうふうにやればもっと簡単にできるよっていう、なんでしょうね、上から動くというか、学んでいくコツみたいな、はい、そうですね、こういう教え方があるんだなという、なんていうんですかね、生き生きと、娘たちがやってるのを見て、こういう教え方があるんだなというのを感じたのは覚えてます。最初の印象として、でもその僕らもすごい楽しそうにやってくれるのが本当に印象的な姉妹で、でもなんか途中ちょっとこうマキちゃんがこう部活をやめようかなみたいな、悩み相談みたいなことをした記憶があるんですけど、はい、そのあたりのちょっとエピソードを教えていただいていいですか。そうですね、その時に私もどうしようかなと思ったんですけども、当時中学生でしたので、父親や母親が言うより、やっぱりやっぱバスケットボールの先輩である、吉和さんにちょっと話してもらった方がいいのかなと思って、ちょっと相談に乗っていただいたという部分なんですけども、その時に吉和さんが、私後ろの席で話だけちらっと吉川さんの話だけは聞こえてて、車の中でしたね、あれ確か、はい、それで例えば相手がパス、いいパス出してくれないから自分がシュートを打てない、それから自分がいいポジションに入っていくのに相手がいいパスくれないから、自分がシュートが打てない、人が何かしてくれないとできない、っていうんじゃなくて、じゃあ自分がどうしたらいいんだろうっていうお話を確かされたと思うんですけど、その時にじゃあ次はもっといいパスを投げよう、次は、私がもっといいポジションを取っていいポジションでパスを受け取ろうっていうお話を確かされたと思うんですけど、
人がどうするかじゃなくて自分がどうするかだよっていう話をしてくれて、はい、まあ、そうだなっていうことでやっぱり娘もバスケを続けてったんですけど、実は私もそれはすごくその後の自分の何でしょう、生き方とかにすごく影響を与えていただいた言葉だなっていう、確かあれでしたね、ちょっとこう周りが嫌だから私は部活辞めるみたいになったんですよね、はい、だから周りのせいで辞めるっていうのは僕はあんまり進めていけない、自分でもっとやりたいこととか、はい、もっと違うことやりたいっていう、こう自分がこうしたいっていうのがあってバスケと離れるのは僕は全然応援できるけど、人のせいで辞める、バスケは好きなのに周りのせいで辞めるっていうのは後で絶対後悔するから、本当にじゃあその周りとうまくいかないってことに対して自分でやれることを全てやってやりきったとしてもうまくいかなくて、じゃあ次だっていうのは分かるけど、それはなんかやれることってもうないのかなって聞いたら、いやまだやれることはあると思いますって言ったんですよね。じゃあそれを一回やってみた上でそれでもうまくいかなかったらもう一回相談しようって言ったら、その後なんかすごくなんかチームがいい方に周りをなってったっていうのを彼女が言っていて、ああもう、うん、立派だなと思ったんですね、まあ、そうなかなかこういうアドバイスされても行動に起こせる選手ってなかなかいないですから、まあ、それを行動を起こしてで、ちょっとこう辞めたくなってた状況がちょっと変わって、はい、でバスケットを続けてくれて、でなんか翌年にはキャプテンまでされて、はい、最後高校卒業までずっとバスケット続けてくれてっていう、はい、すごいあの僕にとってはこう印象的な教え子の一人なんですよね。私もさっき言ったんですけど、自分もその当時ちょっと仕事でですね、あまりこう周りの理解がこう得られない時があって、まあ、ちょっと私も半分娘のようにちょっと周りが理解してくれないからなみたいなのがあったんですけど、そのお話をやっぱり聞いた時に、ああ周りじゃないなと、自分ができる範囲でどうしていくべきかっていう私にとってもすごいターニングポイントになった言葉で、うん、まあ、その後未だにこう西口さんとのお付き合いができているのも、まあ、その時のお言葉があったからかなというのを思ってます、はい、ありがとうございます、はい、でまあ、その後妹のエリちゃんもこう、はい、まあ、パッと頑張った後にエルトラックの、はい、仕事を一緒にやってくれて、はい、まあ、本当にエルトラックが成長していく時に一番大事な時を事務員としてこう支えてくれて、本当に知識家の姉妹が、はい、本当にこの歴史の中での貴重なこうターニングポイントを知るこう2人なわけですけれども、まあ、その、まあ、2人娘さんたち の, 関係もそうなんですけど、知識さんご自身も実は当時ヒゲさんのスポーツ救命救急、はい、これまあ、エルトラックバスケットボール家庭教師って名前でしたけど、ホームページに、まあ、エルトラックのコンテンツじゃなくて外部のコンテンツとしてこう、はい、ヒゲさんのスポーツ救命救急っていうのを、まあ、ちょっとこう手掛けていただいて、はい、で僕らそれリンク貼って、まあ、スポーツ現場からこう不幸な事故なくそう、はい、それはまあ実は今日の研修でも救急講師、はい、講習をうちのコーチでやっていただいたんですけれども、まあ、ちょっとストーリーをお話しすると、まあ、ひしきさんがその当時その僕が姉妹を教えている時に保護者として子供たちの試合の現場に行っていて、でその試合の現場で実際に審判をしてた方が心停止で倒れられてて、そこで試合の現場にいらっしゃった藤木さんは救急隊員にいらっしゃったので、まあ、すぐにそこで心肺蘇生 CPR を施されて、まあ、その出来事をちょうどその僕は姉妹にバスケを教えながらその出来事を聞いたんですよね。でそれ以来スポーツ現場でそういう事故が実際に起きるんだってことを、まあ、僕はすごくもう肌ですごく電気走ったというか、それに対してこう何も準備しないままスポーツの活動をやっていくっていうのは、やっぱこれはプロフェッショナルじゃないなってすごい思ったんですよね。でそれでもっとそういう情報をたくさん届けていきたいということで、まあ、こういう結局この講習をやっていただくのもそうなんですけど、ホームページとかを通じて貴様どんどん情報を出していきたいというところで、サイトが立ち上がったというところなんですが、ちょっとそのあたりのサイトを作った経緯とかの思いとか、サイトがどんなことを、まあ、なっていったかっていうあたりをちょっとお話伺ってほしいですか。はい、はい、そうですね、まあ、実は私は、とある消防本部の方で、
救急救命士をしております。で、まあ、それで、まあ、いわゆる石和さんがおっしゃったようにまあ、娘がバスケットやってたもんでバスケットの審判をまあ、頑張って資格を取って、まあ、審判で行っていた会場でたまたま私の割り当ての前の試合で、お一人、男性の審判員の方が倒れられて、で当時まだ2002年の12月の話ですのでまだ日本国内 AED が使えるという法律がなくてですね、まあ、AED が使えるのは救急車が来てからというような状況だったんですけども、まあ、たまたま近くを救急車が走っていて、まあ、私ともう一人の審判の方がやっぱり一緒に、救命処置を手伝ってくれたんですけど、まあ、処置が早かったんで、その方は、まあ、一命を取り留められたんですけども、その時に、まあ、たまたま運がよく、そういう運が揃わないと当時の日本の国っていうのは、うん、幸運が揃わないとやっぱ助からないっていうところがあって、まだまだ周りにいる人が応急手当をしてくれる、実施率っていうのも非常にアメリカとかに比べると低くて、それでですね、まあ、そういったものをなんとかしなくちゃいけないなってことでですね、まあ、ちょっとボランティア活動なんですけども、なんとかそういうのを広めていきたいなっていうお話を吉和さんにしたところ、じゃあバスケットボールの家庭教室のホームページのところに、一緒にこうリンクを貼って、石木さんのそういう情報を発信していきませんかというお誘いがあって、でまあヒゲさんのスポーツ救命救急という、リンクを貼らせていただきました。でその後ですね、私がたまたまこういう出来事があって。ただアメリカって当時 AED がもうあちこちで使えて、やっぱりパッと人が倒れた時に応急手当をしてくれる人の数も非常に日本よりも致死率が高かったんで、たまたま職場の方で海外研修派遣っていう制度があって、まあ、論文とか審査とか面接で、まあ、パスすると行かせていただけるんですけど、たまたまその時の体験を踏まえてですね、はい、まあ、シアトルを見ていきたいというような、はい、そうですね、はい、論文を出したら、はい、うまいことそれが通りましてですね、はい、まあ、行かせていただいて、はい、まあ、2週間15日ほど行ってきたんですけども、うん、まあ、それをせっかくだからそのホームページに、そうですね、その体験記、体験記を載せたいなってことで、はい、まあ、何の気なしに、うん、アメリカってこうなんだよっていう感じで堅苦しくなくこう連載で載せといたんですね。そしたら結構それが評判がよく、どっからどう探してきたのか分かんないんですけど、まあいろんな方からメールをもらうようになって、結構いろんな方と知り合いになって、その後私がこう活動していく上でとってもなんかこうネットワークが広がるきっかけを与えてくれたっていう気が、そうですよね、はい、AD が日本にない中で、はい、AD 必要だっていうのが、はい、機運が高まる過程で、はい、サイトはすごい存在感があった、はい、そうですね、サイトになりましたよね、はい、僕も障害者のシアトルが倒れた人が助かる率が 40% を超えてるっていう、日本はもちろん10分の1ぐらいしかない、はい、100人倒れたら40人助かる街と、はい、4人しか助からない街の違いは何かっていう、はい、あれはもう本当に衝撃の記事で、はいですね、で当時は日本って小学生に救命講習を教えてもできないっていう機運があったんですけど、当時もアメリカの方はもう小学校、中学校って小学校5年生ぐらいで1回、中学2年生ぐらいで1回で、大人になっていくっていう、もうそこで何て言うんでしょう、教育の中のシステムに組み込まれてていたので、やっぱそこが違うなっていうのがあったんですけど、まあ20年前と比べると、今ですとね、もう小学校、中学校で当たり前のように救命講習をやるようになりましたし、救命率もようやく日本も 40% 近くに上がってきてるんですか。ええ、それ
AD を使った場合ですと40近くになってきてるんで、私当時あのアメリカに研修に行った時の報告書を未だに見るんですけど、どんどんシアトルに近づいて、シアトル抜いてるとこももう出てきてるので、だからすごいあのそういった意味でも、あのそういった自分のボランティアの活動でも、あのエルトラックさんっていうか、そのバスケットボールの家庭教師の時からのそういったホームページを通じて、いろんな人とし、まあ、お知り合いになれたり、活動の幅が広がって、まあちょっと少しだけですけど、まあ今こうなってたところの何でしょうね、シーンに立ち会えたのかなっていう気はしてます。これは大きなこう力になったんじゃないかなと思ってですね、当時鶴子さんはアメリカで小学生に移ってやるんだよっていうのと、まあ、その 小学生ぐらいの子が家でお父さんが倒れた時に、なんかあの救急車呼んだり助けたりっていうのを実際にやったみたいな話も聞いて、あ、やっぱ僕はそれで、あ、このエルトラックの活動の中でやっぱりこう日本の子供たちがこう積極的に AED の補修受けようとか心配性を受けようとかってならないと思うんですけど、バスケは上手くなりたい、やりたいって来るわけなんで、上手くなりたいって来た子たちにキャンプとかでそういうことをこう教えて紹介して返したら、その子の周りにいる誰かが助かるかもしれないっていう、それをすごく思って、当時からエルトラックではそのサマーキャンプっていう泊まりのキャンプは必ずその夜のセッション以降、救急法のセッションなんで、なんで、うちの100人ぐらい友達がキャンプに来るんですけど、まあ、毎年そのぐらいの子供たちが救急法を学んでいてですね、で実はうちのエルトラックのコーチには卒業生コーチが多いんですけど、もうあの10回ぐらい子供時代にあの救急法の講習を受けたっていう子たちがいたり、まあ、今回その中から1人が救急隊員を目指して、あのいるという話もあって、まあ、本当にこう積み重ねてきたものがそうやってこう歴史をこう紡いで次ならこうアクションにつながってきてるなって、すごいあの嬉しいな、こういう一緒に取り組んできて、はい、繋いできて本当によかったなというあの思ってます。はい、でもまあそういった中でこのエルトラックも一木さんと共にちょっとこう歴史をこう伝えてきたわけなんですけど、まあ、これ一回動画上歴史の証言者っていうちょっとテーマで、なんか当時のこう昔のエルトラックで覚えてるのはこんなこと鈴木さん言ってたなとか、まあ、こんなことをやってたのが今こういうつながってるなとか、鈴木さんのこう記憶がとって何かありますか？そうですね、残高でこう信頼残高、信頼残高の話はやっぱりすごく記憶に残ってますね。その信頼っていうのは、やっぱりあの簡単に溜まっていくものではないし、あの減るときはバーッと減ってしまうとかっていうやっぱお話であるとか、やはりさっき言った自分がどうするか、あのやっぱりエルトラックさんのいいところってやっぱり自分がどうするか考えるっていうのがやっぱりあのスポーツだけに限らずですね、あのそこがやっぱり私もあの何でしょう、共感する部分というかですね、自分で考えて自分が何ができるか、はい、今の自分が何ができるかっていう、はい、その立場立場でこう考えていくところっていうのはあの当時から当時から、はい、私はあの子供さんに話してると思うんですけども、結構あの当時の保護者も結構みんなあの、はい、多分私と同じで、はい、あそうだなと思って相当あの多分ためになっているんではないかなと思います。はい、当時あれですね、一緒にあの、はい、立ち上げていただいた一応、はい、練習会でサンデースクールって、はい、あそこでは当時まだあのプリントアウトを毎週してって、はい、そういうこうバスケで通じるようなこうビジネスショーみたいなのから、はい、いろんなエピソードを 毎週1枚プリントして、はい、子供たちに話したりしてっていう、あれは本当に今は冊子になってるんですけど、結構綺麗な冊子になって。あの各教室毎週それたち話してるんですけど、まあ、あれも本当に最近始めたことじゃなく、もう20年前からずっと続けていることで、まあ、ああいうことが、まあ、子供たちもそうですけど、保護者の方々にこうやって今でも心に留めておいてもらえてるっていうのはすごく嬉しいな、やりたいなと思って、じゃ あの最後にまあこの20年続けるだけの歩みを見ていただいたんですけれども、はい、なんかちょっとこう
今後のエルザーに向けてのエールというか、うん、何かこう一言いただけたらと思いますが、はい、そうですね、あの20年前から考えると、まあ、あっという間のような気がしています。で、まあ、こういった形でですね、鈴木さんのこういったあの考えというか理念がほとんど広がっていくっていうのはすごく子どもたちにとってはとっても幸せなことだと思うんで、あの当時私があの個人で教えるのがちょっともったいないって話をしたと思うんですけど、千葉教室の立ち上げのその確か、うん、あのきっかけになったんですけど、うん、こんなにあの楽しくバスケができるのに個人指導でちょっとの子どもしか教えてもらえないのはもったいないんで、うん、教室とかどうですかってお話をしたと思うんですけど、はいはい、あのそこからこう広がっていって、はい、あのこういう形になってきたっていうのはやっぱりあの、うん、そう思う保護者であるとか、はい、そういう方が多いからだなと思うんで、これからもあの最初の理念というのをこう、はい、持ち続けてもらって、うん、あのまあ鈴木さんもまだまだあの叶った夢もあるでしょうけどそうですね、あのまだあの途上だと思うので、そこに向かってですね、うんうん、あの高みというか、はい、先を目指してもらえればなっていうのがあの 私もあの、はい、魅力ですけど、はい、間もなく定年を迎えるんですけど、うん、先ほどおっしゃってた通りエルトラックのコーチの中からやはり救命士を目指してくれる方も出てきているので、はい、ゆくゆくはその後継者にバトンタッチをしてつなげていけたらなと思ってます。で私もあの、まあ、娘と子供ですけど今後もあのエルトラックさんの、まあ、発展というんですかね、進んでいく道をこう一緒にあの見守っていけたらいいなと思うので、これ今後ともあのお体に気をつけて頑張っていただければと思います。本当にありがとうございます。あの藤木さん のその個人指導が遠くの子たちにっていう、あの一言がエルトラックの、まあ、スクール第一号を立ち上げる、はい、まあ、これがなかったら今のエルトラックがなかったっていう意味でも本当にエルトラック の歴史を変えてくださったお一人ということで今回対談できたのが良かったです。また引き続きあの、はい、今後ともよろしくお願いいたします。今回対談本当にありがとうございました。ありがとうございました。